東北高校のペッパーミルパフォーマンス問題がまだ尾を引いてますけども、私も昨日動画を上げましたが、もう完全これは賛否こう真っ二つということでね。で、私今日は改めてね、先ほどの昨日のあの動画を見て、やっぱりこうじゃないかなとね思ったもんですからね、皆さんにも動画を共有してね意見を聞きたいと思います。はい、じゃあまずね、あのシーンはね動画で見てみましょう。ファールで粘って、はい、打ちました。ここですよ。はい、そしてペッパーミルパフォーマンスということで、そうですね。はい、この回はね、こんな感じで進んでいくということで、はい、もう一回見てみましょうか。どう思いますか。はい、こうやって、ね、振りかぶってピッチャーが投げましたと。そして、適当いい感じでこうやって打ちましてね、でこうサードがショートがエラーしてしまうと抜けてしまいました。ということで最後はこのシーンになったわけなんですけども、私ね結論からしてね、やっぱりこれねいいんじゃないかって僕の結論になりますね。でね、ダメなのはこのシーンでね、この東北高校のこの子供たちがですよ、山梨学院のベンチに向かって一斉に前に乗り出して、ほら下手くそミスしやがってざまみろってやりながらこのシーンをやるんだったら、それはちょっとやめろと言いますけども、そんなことしてるわけないじゃないですか。で、このみんなもね、要はこの打った打者に向かって、やったぜ、やった、強襲ヒットだみたいなもんだよと、向こうがやらせてくれた。で、これね、野球としてそんなに不自然じゃないと私思いましたね。だから、ダメなのはこの相手のね、もう意味のない挑発とか、こう過度な挑発だと思いますよ。だから、これは結果として今日強い当たりだったもんですが、相手がミスをして、で、抜けていったと、やったぜ、やった、ヒットになった、という喜びということで、僕はね、これ問題ないような気がしますけどもね。で、これ度が過ぎると、これ昨日の動画でもねこのシーン私解説しましたけども、これはアンダー18のね、これちょっと前のこれ清宮選手ですけども、高校3年生の時カナダに対して7対0で日本が圧勝してたんですけども、そこのそんな状態でも、バンドで、やって、類を進めたと。で、カナダが怒って、この次のね9回の表の清宮に対して、これはもう完全なビンボールですよね。はい、わざとぶつけに行ったと、報復シーンということになります。で、この後清宮はなんと、さらに盗塁を重ねしてしまいまして、本当主審団から日本が怒られたということがあったらしいんですけども、まあこれは暗黙のルールということになりますけども、まあさっきのね、このシーンというのは、はい、今言ったように僕の結論としたね、動画を見た限りではね、これはいいんじゃないかなと私はね思うんですけど、皆さんどうでしょうか。